前回開幕戦の時に7点差つけた時点で、まあ調子に乗って今日の試合のチケットを購入してしまったので、今日の試合はシャアなしで応援しに来ました。それにしてもあの悪夢の開幕戦から9連敗するなんて思ってもなかったですけど、まあついに昨日の試合で連敗がストップして、今日の試合は連勝に期待したいですね。先発の伊藤将司投手は本当に好投してくれて、タイムリーも打ってくれて、伊藤将司になんとか勝ちをつけさせてあげたかったんですけども、延長12回に入りました。そして12回表に入った時点で横浜 DeNA ベイスターズが降参を申し出てきたので、まあ阪神タイガースが1対1で勝利するというね。キー悪っ。